Welcome to TGK Lights Up TV! ということでね、皆さん7月になりましたね、今年も残すところ半年ですかというところで、TGK からですね、ご報告がございます。はい、私ですね、 YouTube を始めてどんぐらい経つんだろう、1年半2年経つのかな、2年は経たないと思うんですけど、始めて、まあ、なかなかやってるんですけど、始めた当初からずっとチャンネル登録者数1000人を目指しますと言った割には動画が上がらなくないですか？そう、始めたきっかけも、その中山さんね、いつも YouTube 一緒に出てますよ、中山さんの方にも。で、中山さんから YouTube 作るときに、あれ？光やんないの？って言われたから、やりますみたいな感じで、ノリと勢いでこう作ったのが TGK Lights Up TV なんですけど、目標ね、1000人だよって言うばかりで行動が伴っとらんじゃないかと、 TGK どうなっとるんやという話なんですよ。ずっと私思ってたんですけど、そこに触れずにね、いたんですが、この度 TGK Lights Up TV、7月よりですね、週に一度金曜日、18時に毎週アップすることを決定いたしました。イエイ！はい、っていう報告です。なんだよ、くだらねえじゃねえかと思わないでください。毎週ですね、18時にこれからアップしていこうかなと。今までちょっとスクールの方でも、まあ、大量な映像をこう編集したりとか撮影したりとか、まあいろいろあって忙しいということを言い訳にこっちを大ざなりにしてきたわけなんですよね。でも、まあ自分も今ね、今の状況で女子サッカーのためにどうにかしたいとか、女子ゴールキーパーのためにどうにかしたいと思った時にできることって、やっぱこの YouTube でこう情報を発信し続けることしかないんですよ、今の状況では。スクール、他にスクールに来てもらえれば、こうキーパーコーチとしていろいろね、みんなのこうなんだろう、キーパーの子たちに対してバッてできることはあるんですけど、こう個人でこう女子のチームについて女子サッカーに関わってがっつりっていうのはちょっと今の状況だと今難しいので、そういう自分が女子サッカーとか女子のゴールキーパーのために何か動こうと思ったらここしかないので、もっともっとここをね頑張っていきたいなっていうところを思いました。で、さっきも言った通り、YouTube を作った時は何をしたいとかっていうのを全く決めずにスタートしちゃったので、今後はですね、一応、女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト、何をもって盛り上げるって言ってんのっていう話をたまにちらって見たことありますけれども、わかりません、それは。まあでも、こう目に触れる機会が増えるっていうのはすごい、いいことじゃないかなと思うし、それをきっかけにね、こうキーパー始めようかなとか女子サッカー始めようかなっていう風にしてもらえれば、競技人口とかももしかしたら増えるかもしれない。私の動画を見て、それはわからないけど、まあ興味を持ってもらうね、きっかけになればいいかなっていうふうに思うので、まあそういう女子のサッカー部、高校とか、まあ大学もかな、サッカー部とか女子のクラブチームとか、あとはよく考えてみたら、そのチームを私取材しようって考えてたんですけど、よくよく考えたら、私もそうだったんですけど、男子のクラブチームで一人とか少人数で頑張ってる女子の選手もいるなぁと思って、私もそうだったので、そういったところをこう取材しに行ったりとか、一緒にトレーニングしたりとかして、楽しい時間を過ごしたいとか、やっぱりチーム選択とか、高校選びとかに困ってる選手とか探してる選手に対しての情報発信を行っていきたいっていうのが一番の、今後のね TGK ライトアップ TV の、目的になります。で、まあその他に、まあ、キーパーコーチってどんなことしてんのとか、あとなんだろう、キーパーの練習ってどんなことすればいいのとか、今まで通りゴールキーパーグローブの紹介とかももちろんやっていきます。ですが、まあ女子のねサッカーとかゴールキーパーとか、
まあ、女性っていう大きいくくりの中で、まあ、動画配信していこうかなと。もちろんね、女性という大きいくくりって言ったんで、まあ、この前ね、一回前に出したあのメイク動画、あれがまあまあ好評で、ありがとうございます、面白いと言っていただけたので、まあちょっとまたね、やろうかなっていう企画をちょっと考えてますので、まあそういったのもちょいちょい挟みながら、 TGK 普段何しとんねんみたいなところも絡めながらね、ちょっと TGK ライトアップ TV 毎週金曜日ですか、配信していこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん、くれぐれもチャンネル登録の方していただいて、応援いただければなと思います。はい、頑張ります。 TGK、 あの女子ゴールキーパー、女子サッカーのためにですね、やっていきたいと強く思っておりますので、女子のね、選手だったりとか、キーパーコーチだったりとか、女子のコーチ、女子のチーム知ってる方いらっしゃいましたら、あの、ぜひね、何も遠慮いりませんので、概要欄にあるツイッターとか公式の DM でメッセージください。あの、私もゴールキーパーとか女子サッカーのためだったら、どこにでも行きます。もう、あの、福岡県外でも全然行きます。なんで、あの、一緒に練習したいよとか、うちのチーム頑張ってるんだよ、取材しに来てよっていうのを言ってもらったら全然行きますので、あの全然、あの北海道なんですけどいいですかとかでも全然構わないです。あのなんとか日程調整して行ける時に行きたいなと思いますので、ぜひね、一緒にゴールキーパーにスポットを当てて、女子サッカーにスポットを当てて、こうガーってね、こう女子サッカーもう一回盛り上がるようにしていけたらなと思います。はい、ということで、今回の動画はね、ちょっと初心証明と、初心証明、初心表明か、初心表、日本語弱えな、初心表明、別に初心じゃないんですけどね、全然もう2年ぐらい経ってるんで、あの改めてっていうことでね、表明と、今後の動画の方針をご報告ということで宣言ですね。もし万が一週1回上がらないなんてことがあれば、宣言したくせに上がらないなんてことがあれば、責任を持ってプレゼント企画します。責任を持ってプレゼント企画します。ゴールキーパーグローブ皆さんに配ります、ちゃんとできなかったら。なのでそういうのを監視するっていう意味でもチャンネル登録必要ですからね。わかってますか皆さん。チャンネル登録しといてくださいね。っていう感じで脅していく。脅しになってないか。まあそんな感じなんで、もしこんな企画やってほしいとか、こういうことをなんかこう女子の発信してほしいとか、男子でも構いません。こういうことやってっていうのがあれば、あのコメントとか、LINE とか DM とかもらったら、あの積極的に意見は取り入れていこうかなと思いますので、ぜひぜひ、皆さんと一緒に作っていく TGK ライトアップ TV でありたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画はここまで。お前頑張れよと、いいぞと、もっともっとやれって思ってくれた人はチャンネル登録といいねお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。次回はですね、女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクトの動画、上がってきますので楽しみにしておいてください。それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!